こんにちは。フェアフィッシングジャパンフィールドスタッフの菊池です。今日はですね、シャコタンの予別港に来ました。これからですね、ボートに乗って沖の方でね、ロックフィッシュを中心に狙っていきたいと思います。私自身ね、ここの場所は初めてなので、ゼロから魚をね、探していくような形になりますけどもね、いろいろワームを変えながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よし。初めてのフィールドに意気揚々の菊池さん、シャコタン半島の予別港から龍翔丸に乗ります。よいしょ。向かったのはカムイ岬の沖。昼からのスタート、快晴ですが潮は速そうです。はい、ファーストキャスト行きます。よし、さあさあさあ、どんな地形なのかな。水深はね、それほどないんですけど、潮が速いですね、やっぱりね。まずはね、ボトム取っていきましょう。まずはですね、少しスイミングかけながら、たまにふわっとこうね、上げて、少しカーブフォールで誘ってみます。あとちょっとね、なんか水色がいつもよりか濁ってるという話なので、まずはね、パルスワーム6インチの CGBFO から入ってます。で、 CGBFO はですね、川水が入った時だとか、ね、濁りが入った時すごく有効的なカラーになりますので、ファイアラインカラードはラインにね、カラーがついてますので、10メートルずつどのぐらい入ってるのかなーっていうのが分かるようなラインになってます。なのでね、釣れたところのカラーなんか覚えておくと、次またそこの層を狙いやすい、そんなようなねラインになりますね。まあ、真っ昼間のね午後からスタートなので、活性の方はねまだ分かんないんですけど、いればねやっぱりね、シャコタンの海なんで大型もねいますし、でワンキャストも今当たりなかったので、一度回収してワームがずれてないか見てみましょう。濁りだとか川水が入って濁ってる時なんかもすごく有効なカラーです。開始から15分。でこう落としてる際もですね、いつでも合わせれるようにフォールっていうこの時間帯に魚が触ることがありますので、様子見ながらしっかり、いきなりドンとね触る場合もあります。はい、今度はですね、少し大きくねリフトさせながら、そこの方ね小突いていって反応を見たいと思います。ルアーサイズが合ってないのか、カラーが合ってないのかね、まだ当たり出ないような状態ですからね。おお、ちょっとワンタッチあったかな今。ワームを変えてみます。うん、こんな感じでね、ワーム行きます。で、新館にちょっとアワビシートなんかこう貼ったりしてね、アピール力を上げたりしてます。よし、来たな。よし、来た。よし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 、ファーストフィッシュ来ましたよ。おー、気持ちいいですね。よし、ワームもねカラー変えて一発目に来ましたね。できればやり取り中もこうやってなるべく喧嘩しないように魚回しながら焼けるといいんですけど、水圧が変わると魚って暴れてしまうので、そこを意識しながらやっていきましょう。よし、1匹目なんでね、大事に大事にいってますけど、よし、おーし、そうですね、よっしゃー、はい、ありがとうございます。よし、ういー、シャコタンのクロソイです。
49センチ、グッドサイズのクロソイ。この調子でという間もなく、よし、なんか来ましたけど、ちょっとサイズが落ちたような魚なんでしょうかね。来ましたよ。今度はなんだ、お、ガヤか、なんだ、ガヤですね。ね、エゾメバルが釣れました。こんなね、6インチもばっくりしたよこれね、シャコタンの海すごいですね。はい、ですよーし。ポール中にね、触ってくるのはガヤですね。ガヤの活性が上がっております。で、少し巻いてカーブホールで待ってます。で、また少しラインを落としてボトムを取ってっていうような形で、横から斜めの動きにフォールで縦のアクションですね、動きの変化をつけているような形になります。早い睡眠でドンなんて入る釣りができたら最高なんですけどね、今日はまだそこまで見えてないので、ちょっと薄めの赤が効かないんで濃いめの赤に戻します。で、今日はフックはですね、50から70ぐらいがソイルを狙う場合はですね、大きいので使ってますけども、ボトム形状がすごくね、読みづらいような地形になってます。プラス今日はね、ちょっとね、潮が早いということで、こういう日はね、ジグとかの方がね、いい場面も出てきますけども、今日はね、ソフトルアーで探っていきます。ボトムの変化を敏感に感じ取るにはロッドの握り方が関係しているようです。で、どんな竿でもそうなんですけども、ボトムのその変化だとか当たりがね、なかなか取れないよって方はね、竿を強く握りすぎてる方も多いんですよね。私なんかもうグラグラです、これ軽くしか握ってないです。なので、当たりだとか地形のコンとかね、そういうのを感じたい方は軽く竿を握るのが非常にね、ポイントになってきます。でも竿は落としちゃダメですよ。ね、下に落ちちゃうとね、困っちゃいますんで。ここでワームのカラーを変更、膨張色の白にして大きく見せる作戦です。再びワームを交換します。はい、ちょっとね、シャット系のワームにチェンジしました。ああ、触りましたね、今ちょっと細身がいいのかな。なんだ、よし、変えて1投目で来ましたよ。よし、いや、おお、重量感抜群です。クロソイですかね。よし、よし、おお、よし、はい、抜きますよ。おいし、今スイミングですね。ストップアンドゴーをしてたら、シャットなんでね、お尻がちっちゃく動いて、シルエットもちょっとね、変えてみたんですけども、まあ、サイズは落ちましたけどもね、魚が釣れてほっとしますね。さあさあ、次々いきますよ。よし、おー、スイミングできましたね。よし、よし、見つかればね、こうやって早いんですよね、この釣りは。よし、お、今度は魚が違うんじゃないかな。島沿いが来ましたよ。よし、よっしょい。はい、色とね、ヒレがかっこいいですよね。ね、島沿いです。お、見事。
今度はワームをグリーンゴールドにチェンジします。さっきからチャットに変えてからはね、スイミングといって横の釣りがすごく効果的になってますので、ちょっと続けていきましょう。このね、エリアが良かったのかワームが良かったのかは分かんないですけども、連チャンしてますんで同じパターンで探っていきましょう。こういうね、パターン探していくのもこういうね、ルアーフィッシングの楽しみでもあります。うわー、バレましたね触りましたね、今ね。抜けますね。で、根が荒くないところであればジグヘッドとかでやってもらってもね、構わないんですけども、このね、抹茶ゴールドも反応ありましたんで、もう一回いきますよ。少し距離を取って横に引けるね、距離を長くしてます。そうすることによってルアーも馴染むんですけど、ラインが波の中で馴染んでね、しっかりスイミングがしやすくなりますのでね。で、この流してる間もすぐ合わせれるようにしておいてください。巻きながらですね。で、今ストッパーのところで止めてます。で、イメージとしては横に引っ張ったものがちょっとぐーっと落ちてるような形ですね。で、このね、落ちてる時に当たることが多いです。よし、なるべく喧嘩しないように、喧嘩しないように暴れてるうちは竿がいなしてくれますんでね、待ちますよ。よしよしよし。お、クロソイですね。よし。おいし。よいしょ。ティーテールシャットのね、抹茶ゴールドできました。これもプリの答えですね。クロソイになります。で、釣れてんのにルアー変えんのかよって話になるんですけども、これがルアーフィッシングの面白いところなんでね。今度はちょっとね、同じシャット系なんですけどもね、太めのタイプ。そしてすぐに、よし、来ましたね。これはあの大物か。いい、待ちましょう。ワームを変え、いい当たり。よし、来ましたね。いいバイトしましたよ。よし。よし。まあ、ボトムの方のね、スイミングで。ちょっとクラッチ切りますよ。ちょっとサイズがいいですね。ヒラメですね、多分。うん、よいしょ。ういー、来ましたね。ボトム周辺をゆっくりとスイミングですね。スイミングからのストップアンドゴーで触りましたね。重量感たっぷりでね、引きも良かったです。で、ワームはね、マックスセントのパルステル、ね、先ほどティーテールシャットからね、ちょっとファットなのどうかなと思ってマックスセント入れたんですけどもね。いやー、シャコタン魚種問わず来ますね、皆さん、これね、ビギナーの方もぜひ来てくださいよ。こうね、船長が連れてきてくれますんでね、チャンスありますからね。丘でも大人気のターゲット、ヒラメでした。よし、はい、今度はね、タックル変えました。今度はね、スピニングリールでやってみたいと思います。さあ、ドラグ出るような魚釣れますかね。乞うご期待ですよ。で、こちらもね、しっかりレールを起こしてですね、このラインが水の入っているところを見ながらですね、ボトム取れてるのかな、どうなのかなっていうのを見ていってください。
シンカーがね、先ほど使ってたベイトタックルもちょっと軽いのでね、なかなかボトムでの、ね、キープが難しくなってます。潮の流れが速く、シンカーのコントロールが難しくなり、再びタックルを変更。今度はね、そこをこうボトムですね、順番で今縦の釣りをやってます。なんかね、油子なんか釣れないかなと思って今やってますけどもね。なんかちっちゃいの当たりましたね、何かね。あー、話したかな。でボトムをやってるので、どうしても根掛かりが増えてくるのは間違いないんですけども、このラインの進入角度が真上から真上入るほど抜きやすくなります。これがね、角度つくと、ああ触りましたね、ライン角度がついてしまうとなかなかね、乗り越えるのが難しくなるので、ちょっとねバイトが弱かったですね、今のねボトムのとこ。こんなカラーです。黒っぽいカラーに変更。さあどうだ。なかなかいいバイトが入らない。よし、来たか。やっとボトムできた。よしよし、おお、しょ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 し、来ましたよ。今日はね、釣れる魚はね、何でも狙ってきますよ。おーおーおお、叩いてますね。あ、これもソイだ。危なくてね。はい、抜きます。よし、広角類型に変えて即ソイをゲットです。再びワームのタイプをチェンジ。いや、今の時間帯はちょっとね、潮が速くて、いや、なんか当たるんだけどな。よし、乗ったかな。よし、乗りましたね。よし、よし。さあ、魚は何でしょうか。このね、上がってくるまでの楽しみもね、いいですね。お、よいしょ、よい、ホッケでしたね。よし、ホッケがね、来ましたね。ね、アングラーを楽しませてくれるね、ターゲットですね。この後も黒ソイや島ソイなど型の良いものばかりヒットさせていく菊池さん、さすがです。よいしょ、はい、上げます。サイズアップです。ティーテールシャツですね。おい、ばっくりです。はい、出します。よし、残り時間も少なくなり場所を移動します。旅行は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。そしたら場所移動してきました。今度ね、カムイ岬の反対側に来ましたよ。はい、なら移動して1投目行きましょう。で、今日差しが当たるんで偏光サングラスつけてね、釣りに変えました。今はね、1回1回あのボトム取ってます。リフトした後に底つくまで一度ぐーっとね、張らず緩めずで送り込んでます。よし、なんか来ました。よし、何かな。さあさあ、ボトム近辺で来ましたね。魚は、おっと、
と馬沿いでしょうかね。青いヒレがね特徴です。大満足でストップフィッシング、潮も速くてね難しい部分もあったんですけども、いろいろな魚種が楽しむことができました。札幌からね2時間程度で来れますのでね、体力的にね厳しい方も船でしたらね動く範囲は限られてますのでね、ぜひビギナーからエキスパートの方まで楽しんでもらえたらいいと思います。私はぐっと楽しませてもらいました。ぜひ皆さんもお越しください。